こんにちは、ひろゆきです。今日は10月27日9時25分、今ですね、山陰本線の木町駅というところに来ています。こう石のなんか町なんですか、わかんないですけど、木町駅で、今日はですね、この駅でサンライズ出雲の通過を待とうかと思っております。そこは宍道湖、すごい景色がいいですよ。ここいつ来るかわかんないけど、米子駅をね、9時5分に発車ということで、車を走らせてこちらの駅に来ました。どっちも信号赤だからまだですね。さっき松風号が、松風号の上り列車が行ったので、次がサンライズ出雲の番かな。そうか、国道9号線です。京都までつながってるんですよね、この道。サンライズ出雲は多分こっちの線を送るのかな。こちら下りホームとか、出雲側のホームというわけではないですね。どちらかわかんないんですけど、ここに運賃箱がある。こっちはちょっと高台になってるんですね。この辺から宍道湖がこう見えます。あ、ここは出雲石灯籠建材木町石の原産地、こう石が発掘されるところなんですかね。サンライズ出雲をちょっと、この出雲市側の信号が青になったらサンライズ出雲が来ると思います。ちょっとここで待ち構えておこう。列車がですね、高速で通過しますっていうことは結構なスピードですね。こう115の案内が出てるので、出雲方面はこちらのホームから乗るということかな。ワンマン、サンライズが来るのを来て待つ木町。米子側の駅は玉造温泉で、出雲市駅側は宍道湖の宍道駅です。時刻は9時35分を回ったんですけど、サンライズ出雲は何分くらい来るんだろう。米子号9時5分発車だったので、ここまで30分ぐらいかかるのかな。待つのって結構あれですね、その辛いですね。まもなくサンライズは来ますね。サンライズはこう来ると思うんですけどね。こっちの線路からも来ないと思うんだけどな。そちらをこう通っていくと思う。こちらの方も通っていくと思うんですよね。まっすぐなんで。
ヤクモとかも来てくれたら嬉しいのにな。はい、まもなくサンライズが来ます。サンライズが来ました。あら、こっちのホームか。こっちのホームに来るんだ。はい、サンライズ号通過です。こっちのホームからの記念撮れたかもしれませんね。おう、はい、サンライズ号が通過してきました。あ、こっちのホーム通過するんだね。やっぱ出雲市方面は。サンライズ結構たくさん、結構なんかずっと鳴ってるね。もう一両くらい来んの。結構余韻が長いね、あのチャイムが。ベストなとこでは撮れなかったな。地元の人もね、サンライズの撮影してたので、やっぱり好きな列車の一つなんでしょうね。はい、サンライズを木町駅から撮影しました。ひろゆき Z でした。